はいどうも、ナビチャンネルテーションです。おはようございます。はい、本日も一日始まりますね。はい、本日はとってもいい天気です。南相馬市原町区北泉で今日はサマーフェスティバルがございます。はい、おはようございます。お目は早いな、相変わらずな。おはようございます。お目も早いな、相変わらずな。おはようございます。一番早いな、マジなんだ。とりあえず、はい、みんな揃ったんでちょっとね、車今日乗り合いで、駐車場少ないんで乗り合いで現場の方に向かいたいと思います。ちょっと時間の方もないんで急いで行きたいと思います。よし、じゃあみんな行きましょう。はい、じゃあ金さんも行きましょう。お前のタオルいいな、お前タオル、タオルいいな、これ。それいいタオルだと思う。温泉にいねえもんな。カッパ王国から持ってきてる。カッパ王国って、おめえ、福島のある一定の しか知らないと思うの場所。カッパ王国知ってる？カッパ王国、黄色い建物。黄色い建物、あ、ばあちゃん知ってる。はい、温泉施設でございます。はい、じゃあとりあえず現場に向かいます。はい。よー、じゃあね、本日の会場の方に到着しましたね。サマーフェスティバルの、はい、私のテントは、はい、肌いっぱい立ててありますもん。はい、あそこでございます。ででーんでね、はい、止めとこの駐車場も決まってるんで、今うちのケンちゃんに駐車場にインしてもらいたいと思います。いや、今日も戦いが始まりますな。はい、よー、じゃあね、店の開店準備の方大体終わってね、はい、みんなおのおのめいめい滑り方始めておりますね。こっちバックヤードやね、よその出店者さんも大体終わってんのは、ね、おはようございます。はい、やっちゃうよ今日は。はい、うちの後輩のオードちゃんです。あ、オードちゃんどうも。はい、今日はね、入ってきたの、久しぶりで帰ってきました。え、やってきた、やってきました。で、また明日いなくなるの。明日また久留米に。忙しい男なんでほとんど地元にいませんけど。ほとんどいないんだよ。あげが飲めつきゃいな。まあ、やる時はやります。やっときはやってくる。やっときしかねえからな。うん、だってもう人生の半分じゃない。終わってんな。3分の2いったからよ。じゃあとりあえず本日で一日頑張ろう。はい、頑張っていきましょう。はい、じゃあね、今イベント会場の中ぐるぐる歩くんですけど、こちらのブースね、騎馬武者ロックフェスでね、地元ね、南相馬でね、ロックのフェスがやってるんですよ。おはようございます。これ募金箱、10月28日ね、騎馬武者ロック、こちら、はい、いろんなアーティストさん来てくれたりね、はい、開催日決定しております。私、こちらの方にも出店したりするんで、興味のある方、ぜひいろいろサイト載ってますんで、調べてみてください。久しぶりだな、コロナだなんだってね、ずっとできなかったからね、頑張って今年もやりましょうね。はい、よろしくお願いします。あとこれオリジナル今年の T シャツですね。はい、あと買いに行きます。かっこいいですね。はい、かっこいいですね。ナイスセンス。はい、買いに行ってください。了解。じゃあよろしく、お世話になるよ。はい、はい、このねイベントもなかなか楽しいで、楽しみでございます。はい、はよー、あのね、はい、まーちゃん一生懸命焼きそば焼いてね、なんかケンちゃんさっきからな、チラチラ盗撮してんな、これ。お、何盗撮してんだ、おめえ。なんでおめえ撮んだ。だけてんだよ、おめえ。え、今度はこっちから盗撮してんだ、おめえ。みんなで取り越してんじゃねえか、おめえ。いいから、おめえ、揚げ物揚げてるやんか。はい、で、まだお客さんの方もね、そんなに来てないんでね、なんとなく準備してたからなんで。いや、でもここ、とにかく広いんで、駐車場いっぱいだな。はい、あちら、駐車場になってるんですけど、はい、いっぱいでございます。多分あそこいっぱいってことは、予想もいっぱいになってるんで、どのぐらい人出てくるかが楽しみでございますね。よし、はい、お店の方もお客さん並び始まったんで、お仕事します。はい、はいよー、じゃあね、今ちょっとね、入り口の方にね、駐車場に回ってきたらね、こう、なんか自衛隊さんのブースとかね、いろいろあるんですよ。いや、いいね。あ、自衛隊さんだ、お世話です。あ、どうもどうもどうも。いつもお国のためにありがとうございます。あ、こちらこそ。今日はこういうイベントちょこちょこ出てくるんですよね。そうですね。はい、やっぱ宣伝とあれを兼ねて、はい、若い隊員を募集しております。あ、いいですね。
俺は年だから無理ですね。あ、何歳まででしたっけ。32歳まで、ね、32歳まで入るんですね。3歳未満となっております。あ、わかりました、はい、私はもうとっくに過ぎました、はい、お若いですから、はい、じゃあ若い方の隊員さんも募集してるんでぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、じゃあまた、はいよー、じゃあね、またうろうろしたらね、今度、はい、はい、宇治いつもお世話になってる、ナッポ先生いました、ナッポ先生。はい、どうもー、おはよう。はい、チョリンス。チョリンス。あ、チョリンス。チョリンス。ナッポさん、何持ってるのこれ。これはもう、これを宣伝するよ、今日は。はい、私も執行部にお交わりしてね。お願いします。はい、ちょこちょこ集まり行ってですけど、はい、今日ね、あの、なんだ、下泉のね、サマーフェスティバルなんだけど、うん、こちら、ナッポ先生の9月2日、はい、南相馬フェスもございます。はい、ございます、気が、ね。ね、また今日は7月の、あ、嘘嘘嘘、8月の5日が、ね、こちら9月のイベントなんで1ヶ月まだ期間があるんで、はい、ぜひ皆様のご都合の許す限り、はい、参加者が見に来てください。遊びに来てください。結構いろいろやんすよね。やるやる、もう今日もねすごいけどね。気合入ってるね。気合入ってるよ先生。じゃあ先生、はい、あ、うちのダンサー先生、ビッグ先生です。あ、ダンサーです。ダンサーです。あ、どうもどうもどうも。あ、ダンサーです。今日も踊るよ。本当、うん、うわー、やべえな俺夜中東京から来たばっかりだから。あ、本当に着きました、2時ぐらいに。マジで、じゃあ素晴らしいダンス見してもらえるのかな。はい、もうもちろん。了解。へそ出し踊るから。え、へそ出し踊る。あ、ほんとだ。ちょっと今お腹出てるんで。ナッポさん、俺にそういう刺激強いこと言ったら。あ、そう、ごめんね、朝からやべやべ、まっすぐ歩けなくなっちゃったじゃあ、とりあえず後で、とりあえず、はい、ナッポ先生のこちら、南相馬フェスのよろしくお願いします。よろしく。9月2日土曜日、これあのロボフェス、ロボットテストフィールドでやってね。はい、やりますね。はい、ぜひ皆様見に来てください。はいはい、はい、おー、じゃあね、なんか今ステージの方でね、イベント始まったんですけど、今イベントやってる間ね、お客さんのね、ささーっと今イベントの方に集まってるんで、空いてる時間帯でケンちゃんご飯食ってますよ。何食ってんだ、うまそうだな、それ何それ。鶏皮せんべい。鶏皮せんべい。鶏皮せんべい。どこで買ってたの。え、え、どこ。バイト先ゼロでゼロのやつうめえかんな、ついこくよこと。あれいっぱいのとこいいのこれ。じゃあいただいてみます。うめえな、タレがいいな。え、うめえなこれ。じゃあ 俺買ってくからよ。あれ食い終わったらまだうち食べ多分そちらな、はい、美味しいんで、ケンちゃんのバイト先に俺もちょっと買い物に行ってきます、後で。はい、うめえ、マジでうめえ、うまいで、はい、はい、おー、じゃあケンちゃん、はい、裏の方から前に回ってきたな。なんか今日はよ、海だから眺めがいいな、お客さん来て。ビール一つ。まあ、お客さんがいっぱい来たんでね、お仕事したんですけど、今日ケンちゃんね、やっぱ海ってことで眺めがいいんでニコニコって仕事したんです。やばい、ビール作ってもらってこそだな、これな。今日ケン、おめえ売り子調子いいな眺めいいからか。やっぱ海だからな、みんな海のファッションしてるもんな。ケンちゃん、ケンちゃん楽しみながらやってください。この辺伸びてたぶんやんはいよー、何、今3時過ぎぐらいなんだけどね、だいぶ日も出てきたけどね、風出てきましたね。人も、あれ、今度は、はい、ケンちゃんじゃなくてまーちゃんがご飯食ってますね見っかっちまった放送出してるの見っかっちゃったうめえか、うめえ、今のうちゆっくり休んでてくれはい、じゃあ順番順番でご飯食ったり休んだりいろいろしてます。はい、はい、よーい、じゃあね、本日もね、今花火の打ち上げ始まったんですけど、ちょっとお客さんの方がねじゃんじゃん並んでるんで撮影してられません。はい、みんな各自頑張っております。私もねちょっとバタバタしてるんでちょっと撮影できません。はい、また後で。はい、はい、よー、じゃあね、出店の方無事ね終わりましてね、事故もなくね、ということで片付けてございますね。やっと車搬入できるようになったんで、一般のお客さん帰ったんで、はい、みんなで一斉に車を持ってきまして片付けね、撤収作業の方入りたいとなった、はい、周りの組もあらかた片付け始まって終わってるんで、私たちもさっさと終わらせたいと思います。いや、今日おかげさまでね、いっぱいいっぱいいっぱい来ていただきました。疲れましたけどありがたい限りでございます。はい、またよー、じゃあね、はい、各車にね荷物積み終わってね、現場の掃除して終了いたしました。はい、豊川も疲れちゃってね、今日手伝いしてね疲れて寝ちゃいましたね。
で私たちは今からねお家帰ってね、はい、荷物の方下ろしたいと思いますね。今日も一日まだ終わりませんが疲れましたね。まあとりあえず家帰ってまだね倉庫に荷物バタバタ下ろして洗い物があるもあるんでやってしまいたいと思います。とりあえず向かいます。はいはいはい、じゃあねお家の方にね無事帰ってまいりました。とりあえず倉庫の方に荷物で今バタバタ下ろしちゃってまだみんな帰ってこないんで、ね、自分の車から始めたいと思います。いや今日はなカメラ回してる暇もなかったしな、おかげさまで忙しかったですね。もう一踏ん張り頑張ります。うちの裕太君はまだ車の中でお休みしてるんでね、寝てるうちにやってしまいたいと思います。はいはいよー、じゃあね、はい、マーちゃんも無事帰ってまいりました。マーちゃんお疲れ。どうしたのこのガスボンベ、無理しねえでちゃんと一歩ずつ持ってった方がいいよ、はい、黙ってと3本も4本ももずきとるんでこの人ちょっといがれてますから無理してで、ね、あと大変だと大変なんで怪我するとちょっとずつやってもらいます。はいよー、じゃあね、今ねまーちゃんとねお兄ちゃんとママと荷物下ろし終わりました、はい、終わった頃に誰かさんがやってきました。おめえうまいタイミングだったな、大体測ってきたぞ。おめえ測ってないっす。え、大体測ったね。結構急いできたんですか。嘘だべ。本当っすよ。もうキャリア長いから大体このぐらいかかるんだって読めちゃうべ読めないまあとりあえず、はい、ケンちゃん今日ねバイト先のねちょっとトラックあったんで運転手頼まれてねな、車の移動だ、はい、何したっけ、うまく時間調整してきやがったまあとりあえず今日も無事終わっていいかったな事故もなくな、事故なかったべ。事故っすか、うん、お前事故あったって俺、おめフライヤーボッコ、フライヤーボッコじゃなくて途中でフライヤーボッコレで別なフレイヤーに差し返したのな、あのまだ事故あったんで帰ってきたっけ、おめえのダンベル、うん、俺の小指に直撃したおめえ、地面にあの分からなくてある程度痛い、あいたっつって指折れたかもしんね、それ俺悪くていやすごいおめえダンベル置いたから悪いんだよ、うまあ、あと動画止めてからちょっとミーティングな俺の小指についていや帰りさよなんか、まあ、とりあえず本日無事終わったんで、うん、今日はいろいろな、うん、動画撮ってる暇もなかったんですけど忙しくて、うん、あ、うん、なんだ今日言ったな、次のロックフェスとかで南相馬フェスとかあと自衛隊さんとかね、その周りしてる時ちょこちょこで午前中とかな時間あったからな、やっぱ夕方からが忙しかったな、うん、何見てんの、いや開いちゃったな、あんなのお前俺も汗もだらけだったの、うん、とりあえずまあいろんなね次の各種イベントとかのねこう動画も撮れたんで良かったと思います。これからもねまだ何か動画撮るんで皆様の応援よろしくお願いします。じゃあまた皆様な、待ってね、なんだ何か言ってったよ、これさつけんだよ、何一個残しっぱだけど、何お前言ったの、何だってこれ下に氷を積んで、あーまーちゃんさん言っとけ、どうか締めっから、はい、そういうことでどうか締めるんでとりあえずなやったらいいんだよな、まあ、とりあえずまた皆様会いましょう、はい、グッドボタンチャンネル登録よろしくね、バイバイ、なめんどくせえやろな、はい